35歳以上の今から決勝戦があるので、もう今回は、日本は今寒い中こっち来てちょっと暖かいところでね、まあ、冬合宿というか夏合宿に、なってると思うんですけどね、最後までしっかりともう、世界選手権に向けて、今回の35歳以上はもう集中して勝ちに行きます。どうなるか分かんないですけどね、頑張りましょう。頑張りますね。
Aramoto and Sato. Hey, Dinkum. Sean, Thank you.